ミスターまゆみさん、そして速稼塾の動画をご覧の皆様、今回はですね、ミスターまゆみさんから起業の準備をするためにどんなことをすればいいですかってことをね、いただきました。ブログを作ったり SNS をどうこうしたりとかいろいろあるんですけども、やっぱりね、これをしないと話にならないよっていうのがミスターまゆみさんと、それからビジネスを志す皆さん避けてきたでしょう。あれを、要するに人に物を売るってことです。それをね、100円でもいい、10ドルでもいい、1000円でもいい、何でもいいから人に物を売ってお金をいただいてくださいってことなんですよ。物を売ることができなかったらサービスでもいいです。休日にお隣さんのところに行って草取りをやらせてください、3000円で1時間やります。これをね、ずっと逃げてるんですよ、多くの方は。で、私は速稼塾っていうのを始めた時に何をやったか、皆さん覚えてるでしょうか。自己アフィリエイトの方法を19,800円で買ってくださいってことを Facebook でやってるんですよ。で、それを50人の方が買ってくださった。これが一番最初の私のインターネットビジネスなんですよ。速稼塾の商品販売完了なんですよ。セルフバックっていうのは確かにやれば売り上げ上がります。で、セルフバックをやる環境っていうのは確かに日本でないとできないんですよね。でも、セルフバックをいくらやったところで、そのセルフバックで売り上げる売り上げっていうのはとても生活費を賄えるものではありません。私ですら3年間で300万ですから。3年間で300万ってことは年100万なんですよ。それでは暮らしていけないですよね。で、私の収入源の多く9割ぐらいっていうのは、この例えばね、セルフバックをやった方法を売ってるわけなんですよ。どのようにしてこの売り上げを作ったのかっていう方法を売ってるんですよね。で、その内容として Gmail を取りましょうとかね、 A8 ネットに登録しましょうとか、そしてファンブログを作りましょうと、で、セルフバックの手順をこれから一緒にやりましょうと、案件探しましょうって順番があるってことなんですけども、この順番ってのはまず1回だけ自分がやりました、2日目もう1回やりました、3日目もう1回やりました、あとは人に教えるところしかやってないんですよ。だからアウトプットってのは誰かに対してなんですよね。で、きっとですね、多くの方がこれを避けてね、ネットのスキルばっかり上げようとしてるんですけども、違うんですよね。ビジネスのスキルを上げないと、ネットを使おうがリアルだろうが、ビジネスのスキルね、この取引の質をと、なんですか、レベルを上げていかないと何にもならないんですよ。で、取引のレベルを上げるっていうのはいきなり難しいことを言いません。まずは1回も商品を売ったことがなかった方が1回売ってみると、で、1回のその取引で、1000円とか500円とかをやったことがない人は、とりあえず1000円とか500円を誰でもいいからやってみるってことですよね。道行く人にココアを作って売って、それで50円くださいっていうのでも商売なんですよ。で、それができるかどうかってことなんですよね、きっとね。で、それができなかったら、本当にね、作業するだけを仕事って勘違いしてしまって、せっかく独立したのに、なんかブログの記事を書けばいつか誰か来るだろうとかね、YouTube たくさん作っとけば何か起きるだろうみたいになっちゃうんですけども、そうではないんですよ。YouTube をずっと作ってればいつか売り上げ上がると思いますし、それなりの方策が探せると思いますけども、でもそれがいつになるか分かんない時、1年後なのか2年後なのか分からない時にね、ものすごく怖いし焦ると思うんですよ、さすがに。で、その時に支えてくれる現実はキャッシュインなんですよね。自分が目の前の人に、これは1000円です、これは1万円です、これは3万円ですっていうふうにお話しして交渉してお金をいただくことの連続をやっていくこと、それが自分の発信するコンテンツにもなりますし、そんなに難しいことできるんですかってね、多分ね、この動画を見ながら、ちょっと自分には無理ですよって言われると思うんですよ、ね。でも、それはチャレンジしない人の言葉なんですよ。私は、確かにね、無理かもしれないけども、その無理をそのまま無理にしておけば、自分の足で立つってことが無理ってことを言ってるのと一緒なんですよね。で、私は誰からか指示された仕事でもないし、誰からか提供された商品でもないし、誰かに頼まれたサービスでもないのを自分から全て始めてですね、自分で商品作って、自分でサービスを作って、それを自分で開拓した知り合い、顧客、ユーザー様、視聴者さん、メールマガジンの登録者、 SNS の友達に売ってきたんですよ。それ以外はないです。私、知り合い以外に物は売ってないですからね。これ奇妙なことに聞こえますけども、まずは知り合いという信頼関係がある人に売る練習をどんだけしてるかってことなんですよ。場合によっては家族とか奥さんでもいいです。私は家族にも物を売りました。家族売ってます。3万円とか30万円とか200万っていうものを家族には売ってますね。だって家族に一番信頼関係があるから、
それはね、怪しいとか嘘だとかね、汚く言ってくれるし、そもそも協力するつもりがあるんですよ、家族は、私の商売を。だから買ってくれますよね。私の商売うまくいくことを願ってるんだったら、まずはあなたが買ってくださいっていうのは家族だと思うんですよ、うん、これはね、ちょっと私独自のぶっ飛んだ考え方かもしれませんけども、自分の大切な人に責任を持った商品が売れない人に、家族には売れないものをね、家族じゃない人に売るのってもっと責任が必要ですよ、うん、だからね、なんか私はね、家族とか友達に売る方が簡単だと思いますね。信頼関係あるし、ミスってもなんかごめんなさいで許される部分も大きいですからね。でもお他人様っていうんですかね、信頼関係がそれほどない人に対して売った商品が NG だったら、もうね、永遠に信頼してもらえないプラス誹謗中傷もあるわけですよ。でもさすがに家族の中で商売失敗しても誹謗中傷はないんですよね。すごくないと思います。だからそういう意味でも私はね、いろいろ申し上げましたけども、ぜひね、これここからミスターマイエムさんへのメッセージです。物を売ってみてください、とりあえず。で、物を売ったことがあるんだったら、今までの売り上げのナンバーワンちょっと作ってみてください。今までね、3万5万のものだって売ったことがあるよとか、こういったプラモデルとかブリキのおもちゃだったら近所の子に売ったことがあるよっていうんだったら、そのレベルを超えたものをちょっとやってみてほしいなと思うんですよ。ね、DVD のワンセットを手売りで近くの人に売ってみるとか、会社のね、同僚の方とかに、まあなんか自分の休日を売ってみるとかね、ちょっと変な言い方ですけども、まあ、法的に会社の決まり的にできないことがあると思いますけども、そうだな、なんかベビーシッターを休日1日誰かの家行ってやるとかね、だからそのすでに人間関係がある人、これがだから顧客に帰れるかどうかですよね。でそういうところからやってみたらどうかなと思うんですけどね。私はね、すみません、私に聞かれたんで私なりの答えしますけども、知り合いとか友達とか家族に物を売るところから始めるのがビジネスでした。で、人間関係のあんまりに薄い人とかに売ることは基本的にはなかったです。私がそれをやったのは訪問販売をやった時です。ですので、家族に物を売りたくないんだったら、今度ね、訪問販売をやってくださいってことなんですよ。30キロぐらい先の町に行って、いきなり家にピンポーンとかね、こんにちはって言って物を売ってみるとかね。じゃあそっちも嫌でしょ。だったら商売がどこに、世界中どこに行っても始まらないってことになっちゃうんですよ。で、リアルで売れない人がネットで売るのはもっと難しいですから。難しいっていうのはどういうことかっていうと、いつ売り上げが立つのかっていうのがリアルよりは遅くなるってことなんですよ。ね、私は訪問販売行けば今日でもね、5万から10万の売り上げを上げることができます、うん、でもネットで今日中に5万10万売ろうと思ったら、ちょっとこれはね、今私が持っているメディアを使わないと、 YouTube のチャンネル登録者数さんとか、メルマガの会員さんとか、それから Facebook の友達を使わないと無理なんですよ。ね、関係のない人には私は物は売れないんですよ。というよりも売る経路がないんですから。で、そういうことになりますんで、今ね、お持ちの経路、今お持ちの人間関係に対して何かを売ってみるってことが一番最初だと思います。で、どうしてもね、どうしてもそうは言ってもね、久保市長、できませんよってことでしたら、無料のものを売ってみてください。無料のものをね、どうでしょうか。で、今回の動画のまとめになります。4段階あるんですよ、4段階。ものを売るってことは、まずはお金をあげるからこの商品を受け取ってくださいっていうレベルが一番最低ラインです。だから商品とかサービスを提供する側がお金もあげるからって言うんですよね。これはね、駅前で配ってるティッシュと同じです。受け取ってくれたらこのティッシュあげますよっていうのね、当たり前のように感じますけど、これすら難しいんですよ。人はティッシュって必ず使うもんだし、タダでくれるっていうのに受け取らないでしょ。結構受け取らないんですよ。10人に1人ぐらいしか受け取らないです。で、次はね、次のレベルって何かっていうと、無料なんで受け取ってくださいっていうのがその上のレベルなんです。これも難しいですよ。無料でもなかなか受け取ってくれる方はいませんね。次は廉価、安い価格でこれを受け取ってくださいと、1000円とか5000円とか1万円ですけども受け取ってくれますかっていうのに成功したら、スモールビジネスの世界です。次はビッグビジネス、30万50万100万ですけども受け取っていただけますでしょうか、買ってくれますでしょうか。このレベルはもうプロになってきますよね。中級から上級者です。さあ、ご自身のレベルがね、お金を払わないと受け取ってもらえないようなレベルなのか、無料だったらまあまあ受け取ってもらえるようなビジネスのレベルなのか、いやいや、私は高いものは売れないけども、そこそこ数千円とかね、数万円のものだったら売れるよっていう風なビジネス初心者のレベルなのか、いやいや、50万100万のものだって売れますよみたいなね、中級者上級者のレベルなのかということを考えてみるときに、やっぱりね、セールスしてみるっていう行為はもうね、やってみるべきだと思います。やらないといけない。これがね、
今できるミスターまゆみさんの準備です。まずは何かをあげるから受け取ってくださいっていうレベル、これに挑戦してみていただければと思います。その次、それができたら無料でこれを受け取ってください、無料でこれをやらせてくださいっていうような商品とかサービスを無料で受け取っていただければどうか、これに挑戦してみるといいと思います。例えばね、お隣さんとかね、どっかの家でもいいですよ。今日1時間庭を掃除させてください、無料でっていうレベルが第2段階目のレベル。これがもし難しいようでしたら3000円払うんで庭を掃除させてくださいってことをお願いしてください。どっちも受け入れられなかったら、これはね、交渉能力が弱いんで、交渉能力を鍛えるためにいろんなね、トークを練習していかないといけないかなと思います。そして普段の付き合いもきちんと円滑にしなければならないのかなというふうに思いますよね。今回はね、結構いい内容だと思いますけども、いかがだったでしょうか。それでは失礼します。